ょっとビビったやろ、ちょっとビビったやろ。シートの上げて、そしたらさ、ケツ下の時に上げたら、さ、なんとかこめんの。いや、こう見えても優勝してるから大丈夫。めっちゃやる気出してきた。いや、もうただ、ちょっと運動不足やし。ちょっと運動してこうかな。毎日、まで仕事で運動してんねんけどな。今日は早い終わったからな、体が今日折れてる。もっと抱え込んでる。もっと抱え込んでる。ほら。もっとギリギリまで抱え込んでる。ああ、惜しいな。どんまいな。お前、飛ばしたらや、レディーファーストやろ。あ、ダメだ。足かいた。戻して、このまま、私がここにいたの。言うじゃなかったです。でも言え、俺言うときは子供の5歳くらいの子供、片足に投げられる。投げします。ちょっと遊んでて、振り回して。遊ぶと思う。ちょ、やってって言うねん。下ろしたらやってって言うねん。しゃあないな。子供にしてちょ、俺より技できんねんし、技見せてほしいな。いや、俺より技できんねんしな。ちょっと技見たいな。じゃあやっぱアップから必要やねんな、なんでもな。ちゃうねん、俺な、これな。よう、喋る人やな、ここでしょ。止めや
たいんだよ、ありがたい。私がやりすぎます。どうしたらいいか、強いな。自分的に強い。初めて見るっしょ。ふざけんなよとか言うの。ないないない、そんなドラマ。なんか壁越しになんか思ってる。ありそうだよ。水泳部かなんかね。ああ、ありそうだよ。水泳のペン。そんな興味ないね、また。それで興味ないね。だって AV も書いたもんね。それある意味異常で。人生良くない。いらんもしんどいもん。めんどくさい。自分の、自分のやること、やりたいことやりたいし。なんか普通にキャバクラで喋ってる方が思う。もうそれ、シンプルなおっさんが言ってるかもしれない。もう思う。女の仕事してたらそういうおっちゃん。キャバクラハマって大丈夫？だって俺16から行ってる。お金あんもん。だって分かってもキャバクラのシステム。非恋愛システム。割り切り。割り切りやな。だから割り切って行ってるから。別にこいつは別に金使わんでも。だって俺誕生日とか結構おごってもらうもん、逆に今日金ないしとか言ったら、じゃあうちだとか言ってくれる、仲良くなったのか。だけどほら、向こうも指名権取らなかったから、やばくなったら絶対予備を持ってたんだ、自分の金で。まだこっちで誰が来んねん。そんな5万6万とか1日で使うやつ、俺ぐらい使うんちゃい。よいよい、俺結構みんなにおごる。飯食いに行こうや。飛べえ。もうしんどいよな、ちょっとな、誰も支えてくれへんかったからな。悔しい。え、登れへんの。なんかあれみたい、あの生け捕りにした魚みたいな、ピクピクみたいな。ほら、元気いいわ、ほら元気いいわ、この魚。